早合わせを使った火薬の装填。早合いは、火縄銃等の前奏式銃の装填を勘弁にするために用いられた弾薬法であり、戦国時代後期もしくは安土桃山時代から使用されていたと言われる。早合いは木、竹、皮、または紙を漆で固め、それを筒状に成形し、その中に玉と火薬を入れた筒状のものである。早合わせの中は、そこから 玉、火薬の順に詰められ、頭部は弾丸の小道よりも小さく作られており、口は革製の担保、木栓、またはキャップ状の蓋等で塞がれている。早合わせを装填する場合は、まず蓋、または線を取り、立てた銃の銃口へ蓋を取った一端から火薬とそれに、続く玉を一気に注ぎ込み、さらに作杖を使って薬室に突き込むという方法が、取られた。熟練者なら、 発砲後の時弾発射準備が18から20秒で完了する。蛍光は、動乱と呼ばれるポーチ状のものに入れたり、紐に、樹つなぎとして、肩から毛さ掛けにする等の方法が取られ、これを銃と共に蛍光した。コーカサス地方で使用されたゲザー用の収納ポケット、税。ゲザーはトルコ語由来で、用意の異性王でも、 日本で早合わせが使用される200年ほど前の1300年頃から、ペーパーカートリッジと呼ばれる、早合いと似たものが使用されていたが、日本の早合いはこれを真似したものか、あるいは独自に考案されたものであるかは、定説がない。ペーパーカートリッジは、火薬と玉を紙で、ソーセージ状に包んだものであるが、使用するときは早合いと同じように、 カートリッジの玉の入っていない側を刃で噛み破って、中身の火薬を銃口から入れ、その後段と残りの紙を削く杖で押し込んだ。西洋では、ひなわ銃時代においては、木製の早合わせを2本の細紐で印導つなぎにした、物を多数ベルトに吊るし、それをけさがけにかけて、傾向したが、フリントロック時代には、火薬と玉をソーセージ状に包んだ、 ペーパーカートリッジをポーチに入れて蛍光するようになり、それが19世紀半ばのパーカッション時代まで続いた。また、コーカサス地方の男性用民族衣装では、胸に鉛筆状のものが並んだデザインのものがあるが、これは木製カートリッジゲザーを並べたものである。ありがとうございます。